ツイステッドワンダーランド。小エビちゃん、お祝いありがとう。見てよ、他にもプレゼントいっぱいもらっちゃった。あ、無理やり奪ったりしてねえし。もらうコツがあんの。特別にやり方を教えてあげよっか。今日、俺、誕生日なんだ。渡すもん、あるだろう。こう言えば、みんなくれるから試してみなよ。年に一度の誕生日ね。今日は退屈知らずで過ごせるといいな。あ、小エビちゃん、俺になんか言うことない？誕生日おめでとうはもう聞き飽きちゃったけど。あー腹減った。今日はたこ焼きが用意されてるらしいし、早くパーティー会場に移動して。まあでも魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターは幸運を運んでくるって話だし、すっげー面白いやつが来るとか、珍しいプレゼントもらえるとか、何か楽しいことあるといいね。失礼します。誕生日のインタビューに来ました。プレゼンターを務めるデューススペードです。リーチ先輩、お誕生日おめでとうございます。なんだ、サバちゃんか。リーチ先輩、不機嫌というかテンション低めですね。だってハズレ引いたっぽいから。サバちゃんって無難なプレゼント選びそうじゃん。まあもらうもんはもらっとくか。とっととプレゼントちょうだい。どうぞ。リーチ先輩に気に入っていただけるかは分かりませんが、僕なりに一生懸命考えました。あ、何このペライ封筒、商品券でも入ってるの？手紙だったら超ウケるんだけど。違いますよ。文句なら中を見てからにしてください。はいはい、中身はマジカルホイールでドライブに連れて行く券。マジカルホイールってオウムガイみたいな形した陸の乗り物のことだっけ？ウケんだけど。稚魚かっての。サバちゃん、本気で考えてこのプレゼント選んだわけ？はい。リーチ先輩は楽しいことが好きだってエースが言っていたので、僕が一番楽しいと思うことはマジカルホイールでのドライブをプレゼントに選びました。へえ、俺マジホイって乗ったことないけど、そんなにいいもんなの？もちろんです。流れていく景色とか、自分が風になったような感覚とか、すごく気持ちいいですよ。あの乗り物がそんなにスピード出してるとこ見たことないんだけど、本当ならなかなか楽しそうじゃん。マジホイ早く乗ってみたいかも。この後はインタビューやパーティーがあるので、今日中にってわけにはいきませんけど、リーチ先輩に予定がない休みの日にでも僕の後ろに乗ってください。いいコース見つけておいたんで。なるほどね。この剣を使えばいつでも何度でもサバちゃんがマジホイを出してくれるんだ。え？だってこの剣、マジカルホイールでドライブに連れて行くって書いてあるだけで、一回限り有効とか何月何日までっていう具体的な規約とか制限は何も書いてないじゃん。それに本人限りっていう縛りもないし、せっかくだしジェイドにも貸してあげよっかな。あいつもリーチ先輩だしね。そんなところまで考えて作ってなかった。書類を作るときはもっと慎重にならないと。この件だってある種の契約書なんだから。はい、今回は僕の落ち度なので、2回でも3回でもドライブに連れて行きます。リーチ先輩がマジホイにハマってくれたら僕としても嬉しいですから。
サバちゃんもなかなか言うじゃん。その言葉後悔しても知らないよ。ま、とりあえず1回目のドライブ楽しみにしてんね。ではインタビューを始めます。オッケー、今は気分いいから答えてあげる。ナイトレイブンカレッジの生徒の中で兄弟にするなら誰がいいですか？ただし同じ寮の生徒は除くということです。ふーん、ジェイド以外の兄弟か。もっと兄弟が欲しいとか考えたことねえけど、弟にすんならカニちゃんが悪くなさそうかな。カニちゃんってエースですか？そう、サバちゃん俺のプレゼント選ぶときにカニちゃんの意見を参考にしたんでしょ。購買で俺の好きなパン買っといてくれることもあるし、割と俺のこと分かってるっぽいじゃん。購買のパンって、あれはリーチ先輩がエースから無理やり巻き上げただけなんじゃ。え、なんか言った？いえ、何も言ってません。でも本当にいいんですか？あいつ口は悪いしわがままだし、全然可愛げないと思いますけど。別に可愛げなんて求めてねえよ。そもそも兄弟だからって常に一緒にいるわけじゃないし、カニちゃんとはバスケ部の休憩中に服とか靴の話でよく盛り上がるんだよね。ああ、確かに寮や教室でも新しい服とかバッシュが欲しいって話をよくしてます。この間も一緒に限定モデルのスニーカー見ててさ、俺期待を込めて誕生日に誰かくれないかなって言っておいたんだけど。それは初耳でした。なんだ、使えねえな。どうせなら好きなことじゃなくて欲しいもの言っといてくれたらいいのに。ま、そういうとこもカニちゃんっぽいよね。頭の回転は悪くないけど爪の部分が甘いっていうか。ちょっと前バスケの試合中にしょぼいパス出してきたチームメイトがいたんだよね。根性を出せよと思って元気が出るようにそいつのスポドリにレモン汁たっぷり絞ってやったんだけど、その時通りがかったカニちゃんが俺が渡してきましょうかってニヤニヤして言ってきたんだよ。エースのやつ、部活でもそんないたずらに加担しているのか。じゃあよろしくって頼んでみたら、何も知りませんって感じの態度でドリンク渡してきてくれて、相手に飲ませるとこまでは大成功。でもその後で、どうしますみたいな顔して俺の方を見てくんの。俺がフォローすると思ったっぽいけど、そんな約束してねえし、カニちゃんが勝手にやったんじゃん。結局その後はどうなったんですか？騒いでるとこロブスター先生に見つかって、腹筋100回の計、打ち上げられたオットセイみたいに悲鳴あげてた。そういう甘いとこも含めてカニちゃんって面白いよね。だから弟にしてやってもいいかなって。退屈なやつと兄弟になるとか絶対に嫌だから。じゃあ次の質問です。もしオクタビネル寮以外の寮に入ることになったら、どの寮を選びますか？オクタビネル以外ならサバナクロー寮かな。強いやつが偉い。それってシンプルでよくね？ムカつくやつがいたら実力で黙らせればいいってことでしょ。拳で語り合うのが手っ取り早いですからね。意外と話せるじゃん。サバちゃんも本当はサバナクローに入りたかったの？いえ、僕はハーツラベル寮で良かったと思っています。マジで？あのよくわかんねえ法律を守るとか俺なら絶対にだるくて無理。ネズミの行動とかいちいち気にしてらんねえし、腹減ったら好きなもん食いてえし。あー、でも法律を守るかどうかってその時の寮長次第なんだっけ？じゃあもし闇の鏡が俺をハーツラベル寮に選んでたら、今頃は金魚ちゃんをぎゅーっと締めて俺が寮長になってたかもね。それは無理なんじゃないですか？うちの頭を甘く見ないでください。随分としつけされてんじゃん。
しつけがなってるって言えばポムフィオーレも割とやかも。あそこの寮生たちイワシの群れみたいに動きが揃ってるし、旗から見てるだけでも超窮屈。ベタちゃん先輩は服とかメイクとか詳しいし、強いとこもすげえなーって思ってるけど、同じ寮になったら姿勢とか服装とか力ずくで強制してきそう。考えただけでやんなる。アズールはモストロラウンジじゃ注意してくるけど、人が見てないところだと好きにさせてくれるよ。ローズハート寮長も礼儀作法には厳しいですが、確かに服装に関してはポムフィオーレの方が厳しそうですね。俺からすれば似たり寄ったり、結局オクタビネルが一番気楽でいいわ。これでインタビューは終了です。次は幸運のギフトの時間だね。サバちゃん、俺相手にビビってんじゃねえの？まさか先輩相手でも手加減はしませんよ。へえ、いい度胸してんじゃん。じゃあといつでも来いよ。それでは遠慮なく、フロイド・リーチ先輩、お誕生日おめでとうございます。今日のお祝いはまあまあ満足ってとこかな。来年も期待していい？